どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。駄菓子を引き抜け第54弾はこちらの、スライドシールです。さあ何も書いておりません。ただのスライドシールとだけ書いております。これはもうガンダムでしょうけど、これちょっと面白いのがですね、ガンダムの機体のここの赤のところがなんと星マークなんですよこれいやどんなポーズ、ほんでこれどんなポーズ、しかもね、全部ガンダムかと思ったらここ見てください、こんなやつおったっけ、ガンダムの敵いやーこれは面白そうな期待が膨らみますね。ナンバラル専用機みたいな顔してますか。さあどんな感じでしょうか。もう縦も のっぺり感がすごい。さあこれちょっとね30枚付きって書いてますけど15枚ぐらいしかないんですぐ終わると思います。それでは早速開けてみます。うわすごい、もうアムロが美少年感が半端ない。これなんやねんこれ、これなんやねん、すごいなこれ、すごいわ。さあセーラー、さあどんなでしょう。ほいっ、おっなんか2枚入ってますね。ガンジャンプがこれ何しようとしてんのこれ、クラッカー、誰かの誕生日でクラッカー開けようとしてるやん。すごい。こっち。あ、ガンキャノンと、まあ、ガンダムは普通じゃないけどな。まあまあ。はい。あ、今、結構ホワイトベース。無彩やろ。あ、結構成功に。あ、ガンタンク。ガンタンク、すごい。手から火吹いてまっせー。すごいな、これ。火炎放射器手につけて。いや、面白い。お、これ何や、キッカ。キッカやったかな。いやー、ちょっとすごいな。はい。お、一緒。一緒か。よいしょ。はい。あれ一緒。何はっ。あ、来た。ランバラル専用怪獣機。シャーとホワイトベースか。はい。あー、一緒やな。取るの、ほんと、どういうコードやろ。あー一緒や。はい。あーあ、おこれ違う。もうなんか唇みたいになってるガンダム。うわー気持ち悪ー。気持ち悪ー。唇や。マロテルでアムロが。星が見える。はっ。あ一緒。はっ。一緒。はっ。あー全然一緒。あこれは違うな。水鉄砲を持ってるガンダムと。これ誰やったっけ、キャシャーンじゃないや、何やったっけ、キシリアや、キシリア、はっ、よいしょ、はっ、おっ、違うな、これはマチルダさんか、ビームサーベル出てないし丸腰と一緒や、丸腰、はっ、よいしょーしょ、あ、これ違うかな、じゃんけんグーやん、これじゃんけんグー、はっ、あ、もう一緒でしたね、はい、もう全部終わりました。これをですね、ちょっとスライドして水につけてやってみましょうか。こちらのパーツボックスにつけたいと思います。さあちゃんと映るんでしょうか。それでは私のお気に入りの唇ガンダムでいこうかなと思います。はい、じゃあこちらの唇ガンダムを水につけまして、唇ガンダムね、そしてこちらに貼る、いけるんかな俺。前にですね、カメレオンじゃないよ、エリマキトカゲの着物の入れ墨シールをやった時になかなかつかなかったんで、ちょっと強めに、よし、もういいでしょう。はっ、おー、ついた、つきました唇ガンダム、たらこ唇ガンダム、気持ち悪いな、見れば見るほどこれっていう回でしたもう他のはね、やる気起こりません。これ一回つけたんでよかったです。さあ駄菓子屋引き物第54弾はこちらのスライドシールでした。それでは第55弾もお楽しみに、さよならー。